氷川ワキヨ背中パックリドレス姿、金髪ショート美しい、最高にかっこいい、AI で変身。歌手の氷川ワキヨさん、47、がインスタグラムに金髪のショートヘアや背中がパクリ開いたドレス姿を投稿しました。氷川さんは、今流行りの AI をやってみました。ショート AI に画像加工であることを明かすと、SNS 上では、美しい。 最高にかっこいい、木村しのさんかと思った、と美形女優になぞらえて、氷川さんの美貌を称える声が相次ぎました。写真、美しい、背中がパックリ開いたドレス姿の氷川きよしさん。AI 加工した写真は、金髪ショートにメイクを施したフェミニンな一枚や、モノクロ映画のヒロインのようなドレス姿の見返り美人。 一転してビシッと三つ揃いのブラックスーツで決めたショットの計三枚。氷川は2000年に箱根八里の半次郎で歌手デビューし、23年連続で紅白歌合戦に出場するなど演歌界を代表する存在でしたが、2023年から歌手活動を一時休止していました。2024年4月に自ら事務所を設立し、 8月にデビュー25周年ツアー初日公演を行い、1年8ヶ月ぶりにステージに復帰しました。氷川ワキヨシ47歳美形ぶりに、ネット騒然、めっちゃ好み、綺麗さにびっくり、やっぱりかわいい。歌手の氷川ワキヨシ47が19日までに自身のインスタグラムを更新し、美形ショットを披露した。複数写真、AI と思えぬリアルさ、 ドレス姿のショット。今流行りの AI をやってみました。ショーと報告し、加工した写真をアップ。バッチリメイクの金髪ショートヘアや、ドレス姿などを見せた。AI と思えぬリアルさに、ネットは騒然。全く違和感ない、びっくりしたキーナ金髪絶対似合うって。綺麗、綺麗なお姉さんって雰囲気で、モデル級の綺麗さにびっくり。 金髪ボブのキーナ。普通にめっちゃ好みなんですけど、ドレス姿も良いな。やっぱり可愛い、可愛い、と惚れ惚れしていた。氷川きよし今流行りの AI でタキシードドレス姿に知らない人をフォローしてたかと、ネット驚く。歌手の氷川きよしさんが、2024年9月16日にインスタグラムを更新し、 AI を使ったとする自身の画像を披露した。画像、今流行りの AI を使った氷川きよしさんの姿。かっこいい、綺麗です、可愛いです。氷川さんは、今流行りの AI をやってみました。書として、タキシードを着た姿やドレス姿など、3枚の画像を公開した。この投稿に、美男美女ですね、1枚目。 いつの間にか知らない人をフォローしてたかと思ったよかっこいい、綺麗です、かわいいです。金髪ボブのキーナ、普通にめっちゃ好みなんですけど、といった声が寄せられている。氷川清今流行りの AI でタキシードドレス姿に知らない人をフォローしてたかと、ネット驚く。歌手の氷川清さんが2024年9月16